こんにちは、ちもです。今日はお家で簡単に作れるウズベキスタンのご飯を作ろうと思ってます。ショルバって言われるお肉と野菜のスープと、アチクチュチクっていう本当にシンプルなお野菜のサラダがあるので、その2個をですね作ってみようかなと思ってます。珍しいもので言うとスパイスだったり、こういうハリッサ、なかなか使う機会ないよって冷蔵庫で眠らせちゃってる方必見です。このハリッサがあればですね、お家で簡単にウズベキスタンのご飯が食べれちゃうんだったら、ちょっと眠らせてるハリッサをですね一回使っていただければと思います。ということでスタート。それではまず材料から。スープはこの割合で調整してください。食材の分量はお好みでどうぞ。これから切っていきます。ではまずこちらでですね、炒めてまいりますよ。徐々にニンニクの香りがしてきました。まずはお野菜を入れていきます。人参、玉ねぎ、ピーマンをまず入れて炒めていきます。いい感じに火が入ってきたので、次はじゃがいもを入れていきます。そして鶏胸肉を入れました。今回私は鶏胸肉で代用してますが、一般的には、牛肉で代用することが多いですね。でここでお水を入れます。お水は今回少なめで作ってますので 350cc ですね。ネットで見たレシピは700になってたので、ちょっと半分で作ります。こんな感じで煮立たせます。スープを煮立たせてる間に、次はアチクチュチクを作っていきます。まず玉ねぎは薄切りにして水にさらします。こんな感じで。続いてはトマトとキュウリは乱切りです。トマトは日本だとちょっとだいぶみずみずしくて、種の部分はちょっと抜いとこうかなって思います。としている間にスープがですね一回煮立ちましたんで、一回こっちにまた移ります。では今だいぶ煮立ちましたので、今トマト、クミン、コリアンダー、ハリッサを入れたところです。またもうちょっとじゃがいもとか具材が柔らかくなるまで煮込んでいきます。入れました。玉ねぎ、バジル入れてきます。パセリで塩コショウですね。こんな感じです。でこれを和えるだけなんですね。基本的にはね、オイルはあんま使わないみたいです。オリーブオイルとかで和えたりしないみたいなんで、マジで超ダイエットにもいいと思います、ね、今の響き好きでしょうか。ダイエットにもいいと思います。冷やしておきます。では塩コショウで味を整えていきます。見た目は濃い、結構塩気の効いたスープなんで、塩もっと入れてもよかったのかな。近づいてきた近づいてきたぞ。いいできた。意外とシンプルです。アラビアのこれにスープ入れて、こっちにサラダのせようかなと思います。出来上がりました。こちらがウズベキスタンのショルバになります。くし切りにしたレモンも刺してます。ちょっと見た目があんま美味しそうじゃないんで、これはちょっとリベンジしたいとこですね。そして次はもう関係なくなっちゃった、もう序盤からウズベキスタン関係ない。こちらはですね、作り置きにしていたラタトゥイユになります。ちょっと置いちゃいました。そしてアチクチュチクですね。こちらがウズベキスタンの伝統サラダになります。こちらが以上ウズベキスタンのランチです。そしてちょっと見てほしいのがカトラリーの紹介なんですけど、箸置きは納豆です。熱海で買いました。可愛いですよね。ではいただきます。ちなみになんですが、何なのかわからないお茶があるんですね。タシュケント、これ一緒に飲んでみようと思います。匂い嗅ぐ限りちょっと紅茶っぽいのかなって思うんですよね。赤だから紅茶なのかもしれない。あ、うわ、めったくそ。かわいい。あ、中こういうやつなんだ。袋でそのままお茶っ葉ですね。どうやら紅茶っぽいですね。色すごいしっかり出る。ちょっと多かったのかな、茶葉が。いただいてみます。ではいただこうかなと思います。
ショルバです。ショルバっていうのは多分そのウズベキスタンだけじゃなくてアフリカの方だったりいろんな国でショルバって呼ばれるようなスープがいっぱいあるので、ネットでレシピ調べるとチュニジアのショルバーとかどこどこのショルバーとかっていうので見た目ちょっと雰囲気違うと思うんですけど、ウズベキスタンで私が飲んだものはこういう感じのちょっと透けてる感じのスープですね。じゃあいただきます。いただきます。あのね、本当にこれだわ。飲んだの。いけますよ。ウズベキスタンのショルバー、日本で作れます。私この味だ飲んだの。お手本になったレシピのサイトはちょっと URL とかその上げていいのかな、上げておくんで、作りたい人作ってみてください。いいぞ。塩気をちゃんと効かせてもらうと美味しいです。あ、そう、これ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 。今のレストランで飲んだショルバーの味だ。美味しい。おやつはいっぱいだし、ほんとご家庭によって今日の余り物入れてみてもいいと思います。お家のオリジナルショルバを作ってみてはいかがでしょう。美味しいですよ。自分で作っておいて、リカジさん美味しい。ではアチクチュチクです。こっちはね、作り置きしてたラタトゥイユちょっと一緒に入れちゃったんですけど、シルクロードでしょ、ウズベキスタンって交易の証だからさ、ヨーロッパのものがあってもいいじゃないということで、ラタトゥイユ中央アジアとヨーロッパコラボ。いただきます。お皿はホクホク。あ、アチクチュチク。あ、おいしい。あ、おいしいな。え、ちょっと舐めてたぞ。塩とハーブだけで全然美味しいね。オリーブオイルとかないと物足りないんじゃないと思ってたけど、全然そんなことない。やってみて。油も使ってないし、ダイエットにいいかもしれないですね。すっごい簡単に作れるんだけど、でもこれが異国の地ですごい遠いところにいる人が日常的に食べてるようなサラダなんだって思ったら、そういう風な目線で見るとなるほどなみたいな。今日ちょっとなんかね、変化欲しいなみたいな時に、皆さんどうですかこれね。謎のお茶、いただきます。紅茶だ。あ、美味しい。けどちょっと茶葉多すぎた、入れ時間が長かったかも。ちょっと渋くなっちゃうけど美味しい。ウズベキスタンはコーヒーよりもお茶文化なんですよ。緑茶とか紅茶とかで、なんでかっていうと、ウズベキスタンって脂っこい料理が多いんですよ。プロフとかは油で炊いてるみたいなお米なんですよ。本当に私のウズベキスタン丸一の動画、チュルスバザール見てもらうと分かると思うんですけど、油で炊いてるからそこ油だらけなんですね。でやっぱ食べるともう油がすごいみたいな感じで、一番の一口目がプロフ、一番美味しいですっていうぐらい油っこい料理が結構多いんですけど、だからこそお茶がその油を分解してくれる成分があるから、お茶を一緒に飲んだり、このアチクチュチクっていう、それこそ油を使ってないさっぱりした塩でシンプルな味付けのサラダっていうのを一緒に付け合わせとして食べるといいですよっていう食文化みたいですよ。うん、うん、うん。お家で作れるね、ウズベキスタンご飯。旅の Vlog でも多分私はちょくちょく言ってると思うんですけど、本当にウズベキスタンの料理はどれも美味しかった。本当にちょっと似てるしね。ラグマンうどんっぽいし、プロフはそのピラフの原型になったみたいな感じなんで、ピラフとかね、純喫茶とかにもあるじゃないですか。私純喫茶大好きなんで、そう、いろんな話しちゃってるね。旅行マジ関係ない。うん、ぜひ試していただきたいです。どうですかね。私全然料理得意じゃないんで、しかも自分一人で撮ってちっちゃい狭いキッチンなんで、いい動画は撮れてない気がするんですけど、ぜひ実際にウズベキスタンに行ったからこそ分かるこう現地の味っていうのがあるんで、このレシピで結構再現できた気がしてます私は。なので皆さんもよければ、そんなに難しくもないし、ハリスタとスパイスさえあればお家にあるような食材で作れるようなものなので、ぜひよろしければ皆さん試してみてください。ちょっとなんか今日は変化が欲しいなとか、ネタに作ってもらったり、ぜひよければ皆さん試してみてください。いつも皆さん
高評価やコメントとかチャンネル登録ありがとうございます。本当にすごいね、励みになってます。こんな誰の馬の骨ともわからない女の動画をですね、皆さん楽しんで見ていただいたりしてすごく嬉しいです。これからもちょっと皆さんにね、ちょっとでも楽しいなって思ってもらえるようなものを、自分の好きなことをやることを通してできたら私もすごく最高に嬉しいので、よろしくお願いします。これからだよって方も高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。